マジ霊夢、早まるな。うるせえ、近づいたら撃つぞ。もう動画のネタが一つも浮かばないんだ。こうなったら飛び降りながら頭打ち抜いてネットニュースになるしかない。峠レイム、家族なすってんだろうが。ち、くしょう、こう、このマリサに立ち向かおうというのか。アホしいね。これどうなってんの？何が起きてんの？あついほげほげゲーピャーは？はは、焼け死ぬかと思った。え、そんなわざとらしくパンツ見せられると逆に興奮しないって。え、な、何よあんた。東京都知事候補、無所属、富山光一。有権者諸君、私が富山光一である。は、なんやねんこれ。改革なんかいくらやったって無駄だ。少数派に呼びかけている。こんな国はもう滅ぼせ。少数派に呼びかけている。もう しかし、ここはどこだ。あやなんだ。うお、すっげえでっけえタワー。しかも空も向こうの向こうまで見えてる。ここは雲の上か、天空都市なのか。建物だよな。あの電光掲示板は。ダメだ、わけのわからない言語で書かれている。ここはもしかして近未来。いや、飛び降りて死にそうになった瞬間にワープしたから。これはもしかして異世界転生、近未来世界に転生してきちゃったの。誰もいない。酒は並べられてる。ピザハット、私の知ってるあのピザハットか。誰もいないどころか何もないぞ。リスがピザ食ってるし。これはスターウォーズのペイント。見たところ建物自体は朽ち果ててないように見えるけど。って電話、私の知ってるタイプの公衆電話。これでマリサに繋がるか。ダメだ、繋がらない。ていうかこの施設、確実に長い間人の手がかかってないぞ。放置された建物か。お、こっちから先は建物の外だ。バスストップのようなものが見える。あそこで座って空飛ぶバスでも待つのか。しかし外は危険だ。空気がない可能性もある。と、とりあえず下に降りよう。下に降りれば人がいる可能性もある。そして雑誌を見る限りは私の知ってるようなものが並んでるな。に、日本語？そして横にはメタルギアソリッドの文字が。ますますわけがわからないな。ここは裏道か。って、うおおおお、土星。あ、あんなにはっきりと大きく土星が見えるってことは、ここは、地球じゃないのか？とりあえずこのエレベーターで下に降りよう。って、スネーク？あ、すみません、隣失礼します。なんか拳銃撃てね。何これ、心霊現象？え？
重量オーバー、絶対量を減らしてください。あ。スネーク。うわすげ、本物のオタコにゃん。どうした？レジェンドたちやん。研究室にはステルス迷彩の試作品が5セットあったんだ。ステルス迷彩。僕が着ているものを除いてあと4着ある。そんな引き算なら小学生でもわかる。スネークにも渡そうと思って取りに行ったんだ。そしたら残りの4セットがなくなってるんだ。あ、それでさっき調べたエレベーターだけどどうもおかしいんだ。どうやら誰かが止めてたみたいなんだ。まさか。前が乗った時も重量オーバーの警告が鳴ったか。それなんだよ、気になるのは。警告が鳴ったんだ。エレベーターには僕一人だったのに。まさか。62キロ。そのエレベーターは積載量300キロ程度のタイプだから、つまりここに最低5人は乗ってる。ホーリーまずいよスネーク。ステルス迷彩を着たやつが乗ってるんだ。気づくのが遅すぎる。死ねスネーク。ホゲホゲゲビャって、スネーク。そんな、まさか。あまりにも怪我がひどすぎて首の間から向こう側のテクスチャが見えてる。まあいいか。なんだ?え、何これ？またあの人じゃん。もしかしてこの近未来世界はこの人が支配してるの？うわ、中指見せてるじゃん。しかもめっちゃ盛り上がってるし。う、やっぱ始まった。何この聖剣放送ライブ。ちょっと気になるけどとりあえずこの場を抜けるぞ。え、何このエネルギールーム。霊夢、聞こえるか？霊夢、私は今お前の脳内に直接語りかけてる。あいつの支配政権を止めるにはその洗脳マシンを壊すしかない。しかしそのマシンを壊すにはお前がマシンに飛び込まないといけない。つまりお前は死んでしまうが、やってくれるか？どうせ私に拒否権はないんでしょ。飛び込みますよ。って、あれ、私死んでないぞ。それどころかなんか宙に浮き出したよ。そして天井にめり込んだ。何？この無限に続く迷路は。ああ、そうか。そういうことなんだ。これは、私自身を示してるんだ。この8分間の流れからわかる通り、私は複雑に絡み合っていて理解しがたい存在。今まで私という存在が私自身を苦しめてきた。だけどもう、解放されるんだ。自分自身から解放されるんだ。私は、自由になるんだ。いつまで経ってもお前が降りてこないと思ったら何時まで寝てるんだ。私たちのテレビ収録開始まであと5分しかないぞ。ホゲホゲゲビャー。こうなったら車じゃ間に合わない。ミサイルに乗っていくぞ。あれ、もしかして私まだ夢の中にいる？ミサイル発射準備完了。繰り返します。ミサイル発射準備完了。よし、ついてこいレイム。乗るぞ。え、ちょ待って。事態が急すぎて何が何だかわからん。今度は起爆しないように慎重に乗るぞ。ミサイル発射。ふふ、このテレビ局もこのスタジオも私が全て一台で反映させた。いいよ、この素晴らしい場所を。これがどん底のホームレス時代から自らの力だけでスターダムにのし上がった人間にふさわしい場所だ。そろそろデリヘル呼ぶか。これは合衆国政府から全合衆国民に向けた緊急放送です。先ほど8時25分頃、軍のレーダーがアメリカ本土に対する核飛来を確認しました。全国民は直ちに核シェルターに避難するか、または大規模爆発から身を守れる地下に避難してください。これは訓練ではありません。繰り返します。
これは訓練ではありません。ちなみに一番最初に核弾頭が飛来するのはポジテレビ第2スタジオで、飛来時間はあと10秒です。やばい、早く逃げないとジム。ふうあっぶね、ギリギリで間に合った。よし、時間がもったいないからこのままスタジオに突っ込むぞ。ここはどこ？どうした霊夢？もう収録始まるぞ。え、私今核爆弾でスタジオに突っ込んで世界が崩壊したんじゃ。おいおい、変なこと言うのは撮影始まってからにしろよ。ふっ、そうか。核爆弾で空飛んで遅刻回避するとかありえないもんね。すべては私の悪い夢だったんだわ。それじゃ数ヶ月ぶりに、やっちゃいますか。ゆっくり探偵スクープ始まるよ。ちんこ。というわけで実に4ヶ月ぶりに視聴者からの依頼に応える番組の復活だぜ。この番組では毎回視聴者から届いたコメントに対して私たちが調査するのよね。ああそうだぜ。それじゃ早速一つ目の調査お題がこちら。ねえ。ねえってば。早速一つ目の調査お題がこちら。